毎回さまざまなゲストをお迎えしてお送りしているオールライト一本、お相手は DJ トミーです。本日のゲストはトラック野郎の一番星ひかるさんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしく。早速お話を。おい、トラック野郎ってなんだよ。野郎ってそちら側がトラック野郎でっていうことで聞いたんで。トラックドライバーって言ってくれ。失礼いたしました。トラックドライバー。野郎だろお前。トラックドライバーの一番星ひかるさんでよろしいですか。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お話を伺っていきたいのですが、はい、今日はどちらからいらしたんですか。まあ我々トラック野郎はね、トラック野郎でいいんですか。いろんなところから来るよ。トラック野郎でいいんですか。こっちが言うのはいいのよ。あ、こっちサイドが言うのは言われるのがちょっと俺はね納得いかないわけ。あ、これは失礼いたしました。はい、ね、こっちが言うのはいいのよ。わかりました、はい、失礼しました。荷物っていうのは、うん、どういったものを運ぶことが多いんですか。あんまり乗らないんでね、あんまり基本的には何を乗ってるかっていうのは把握はしてない、うん、毎回違うから。あ、運転手の方分かってないんですか、何を運んでるんだ。それは秘密のやつでもあったりするからね。秘密のやつ、うん、ドライバーにも伝えないで運んでくれっていうのもあるから。うん、それ何に乗せてるかもいつも分からないよ、うん、興味もない、うん、先ほど、うん、あまり乗らないとおっしゃってましたけど、ね、うん、はいはい、トラックって大きいんじゃないですか。軽あ、軽トラでひかるさんの車は、うんうんうん、なるほど。こう運転する際に注意することってありますか。まあそのあれだね、免許証持ったかなとか基本的なところですよね、うん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 、こう眠くなった時寝るよ寝る寝るよ。あ、うん、もうどこかに車を止めて、うん、止める止める止める寝る、うん、寝る寝る。うわ、もう寝なきゃな、危ねえからな。そうですよね、うん、なんかこう、ね、眠気覚ましにやってることなんだ。眠気覚まさないよ、寝るから眠気覚まさないのよ。曲を聴いたりはないんですか、うん、じゃあ歌うかな、自分で歌ったりはするかな。歌う、うん、何を歌うんですか。宇多田ヒカル僕は熊っていう歌が好きでね。僕は熊、うん、あ、すいません、ちょっとわかんねえな。はい、ご存じなかったんです。いい歌だあれ。あ、そうですか、うん、お気に入りのサービスエリアなんてあったりしますか。サービスエリアね、やっぱりそうだね、ひかるさん、ひかるさん、出てらっしゃるのかな。じゃあですね、はい、トラックドライバー同士で交流はあったりするんですか。うん、あ、昔はね、その大型転がした時はそのトランシーバーっていうのは、はい、無線でね、うん、あ、どこどこの飯屋行くけどお前も来るかなんつって、あ、そういうのをやってたね昔はね、うんうんうん、今はじゃあそういう無線がない。今はだから交流って言ったら年賀状ぐらいだね。年賀状にだからどこどこでね渋滞してるかもしんねえから気をつけたらいいとか、どこどこで警察スピード違反のねあれ知ったから気をつけたらいいぞとか。電話上にですか。うん、未だにじゃあつながりはあるという、うん、交流っちゅうとね、うん、うん、変わった依頼とかそういうことはあったりしましたか。あのね、うん、中身はね絶対に教えてくれないやつをとりあえず運んでくれと。うん、怖いですねそれは。いや怖かったね、ちょっとね、あれはね、あれちょうどね、ピストルの重さ、あれはピストルの重さ、うん、重さがピストルの重さだったねピストルの重さだなあれな、何入ってんですかねって一回聞いたの、そしたら足打たれたからね左足、まあ運転っていうのは右足しか使わないんでね、幸い、まだ幸いだったんですけど、中のね、そうそういう経験があると、うんうん、こう休日っていうのはあるんですか、うん、週に1回2回あるよ。どのぐらいのペースで。5日週5日週5日休み。あ、そうですか、うん、こう休日の時は何をしてらっしゃるんですか。主にタクシー、
タクシーのドライバー。5日ないし6日で、1日ないし2日はトラックやってます。こうトラックの運転手になるには、うん、どうしたらなれますかね。こうなりたいっていう方も結構いらっしゃると思うんですけども、うんうん、まあ、免許取ることまず。それじゃあですね、最後に、一番星ひかるさんから何か告知があるということなんですけども、うん、火曜日と金曜日、うん、夜中2時から、朝の5時まで何か運んでます、はい、で海に持ってったり、工場がある山から、パーキングに止まってるトラックに荷物を移し替えてこいって言われたり、何やら粉っぽいものを渡されてそれを運んだり、あとはあの封筒ですね、茶封筒を渡されて、地下鉄で運んだりいわゆるそういう仕事をしています。誰か私の代わりにやってくれる人はいませんでしょうか。私ももう87になるんでね、疲れてきたっていうかね、うん、ただ中身は何だか分かりませんので、それは一切聞かないようにということで、殺されてしまいますから私も今左足は一切動きませんので、これ、ええ、うん、まあ撃たれてしまったっていうことでね、ええ、その前はサーベルで刺されましたさあ、ということで本日のゲストはトラックドライバーの一番星ひかるさんでした。ありがとうございました。誰か代わって。